皆さんこんにちは。糖質ゼロプロテイン生活14日目ということで、昨日もですね、実は13日目がまた仕事でちょっと出張してまして、ちょっとなかなか取れる暇がなくてですね、14日目ということになってしまったんですけど、やはり昨日の夜中にね、だいぶちょっと変調と言いますか、夜中急に、忙しかったから、いつもですね、こういったこれ、ここら辺は事務所にいるときとか、仕事、出張じゃなければ、事務所で食べたりとかできて、あとはこういうふうにですね、これなんかは、鶏の胸肉をつなぎなんもなしでですね、お豆腐ちょっと入れてるのかな。で手でこうよくこねて鶏肉ハンバーグですね、こういうのレンジでチンして、レンジでチンでも全然いけるんですけどね、軽くちょっとお醤油にかけて食べるだけなんで、こういうふうにいろいろと作り置きとかをしているから、結構ですね、糖質を抑えてプロテインのみでもですね、結構こう量は食べれるので、しかも細かくですね、3回じゃなくて5回、1日5回とか摂取できるんで、ある程度こういったね、サプリとかもね、合間見てこうして飲んだりとかできるんですけど、どうしても外に出て仕事してるとなかなかそれが摂取できなくて、で、余計な糖質とか脂肪分取るなと思って、どうしてもちょっと簡単にサラダチキンをかじる程度にして、結局計算してみたら1日で700キロカロリーぐらいしか1日で摂取しなかったんで、それで仕事に挑んで、疲れて宿戻ってすぐ寝たんですけど、夜中目が覚めたらですね、なんか変な冷や汗かいて、なんか症状的にはね、ちょっと指先がちょっとプルプル震えるような感じがあって、これやばいなと思って、めまいもするし、なんだろうと思って、とにかく気持ち悪いんですよ。それで、これやばいと思って、血糖値が低血糖だと思って、悪くて、これをちょろっと飲んでみたんですけど、なかなかね、もう喉通らないんですね。それでやばいと思ってバッグの中を歩ったら、ちょっと飴玉と、あとは、宿の自動販売機とかで買いだめたところ、お台場に自販機があったね、ドリンクの、そこでですね、ちょっと泡くてポカリセットと、あとサイダーを買って、で、ちょっとね補給しました。そしたらね、どれぐらいだろう、3時間ぐらいしてからかな、ちょっとやっとこの症状落ち着いてきて、これはちょっとやばいなと思いました。だからやっぱな、あんまり過度なね、糖質制限、これ前回はそんなことあったら、多分今仕事で忙しく動き回ってたっていうのと、あとは自分がやっぱり筋肉量が前よりも全然明らかに増えてるので、多分エネルギーの消費量も多いんだと思います。だからね、ちょっと無理せず、一応プロテイン生活3週間ということで今目指してやってはいるんですけど、ちょっとね、天パはいけるだろうとは思うんですけど、だいぶね、体も絞れてきたんで、だけどあんまりやると頭もね、なんかはげるとか言ってコメントいただいて、気をつけようとは思ってるんですけど、ただ、先日も言ったように HMV とか、サプリメントが今だいぶこんなのもありなのかな。一応前までね、もう最近は取ってなかったんだけど、この手のね、生の酵素スーパーフルーツスムージー、こんなのもね、これ今取ってないけど、でも糖質結構あるんだね、 20g あたり 9.6 だから、生酵素、でもこういうのもね、完全に糖質ゼロを抑えた代わりに、朝とか体を動かす前であれば、ヨーグルトとかと一緒に摂取するのも、低糖質を抑える、最低限ね、倒れない程度の補給量なんで、ここら辺は必須かなと思います。
で現にね、もう本当今ね脂肪が燃焼、もう確かにね筋肉も少し一生懸命ね筋肉減らないように頑張ってはいるんですけど、タンパク質いっぱい取ってねやるように、でもなかなかねそれを条件が揃わないと昨日の夜中みたいな事態が起こるので、もう本当にねすごくね不愉快です。もうねパッと目を覚めた時になんかに寒気するし、ね、決してちょっと寒暑いわけじゃないのになんかねちょっと汗ばんできて冷やせみたいな感じになって、ちょっとね本当に危険だなと思いました。で今日もねジム行っていろいろ聞いたら、やっぱりジムでも4回ぐらいトレーニング中に倒れたことがあるっていう経験も聞いて、やっぱ低血糖ってすごく危ないんですよっていうことを聞いたので、やっぱり多少はねこういったものでも起動するように心がけようと思いました。でまた20日目ぐらいになったらですね、ちょっとまた計測してみたいな、これですね、このまた体脂肪計とかをちょっと見て体の変化をね調べていきたいと思いますけども、まあ夏とかこれからのシーズンに向けて体作りね心がけて何かやりたい方いたら一緒に頑張りましょう。今日もご視聴ありがとうございました。バイ。